2 0 2 0年は米中両大国にとって大変な1年でありましたが特に経済面での競争はより激化していますトランプ政権は中国共産党が米国を搾取していると明確に見なしておりこれに対する一連の反撃も発動してきました例えば米中貿易協定第一段階に署名後すぐに中共軍を背後に持つ 中国企業を対象としたいくつかの政策を発表しました実際早くも20年前の米議会で中国の WTO 加盟を認める決議案が可決された時からトランプ氏はすでに中共が米国にとって最大の長期的脅威になることを予見していましたまたかつてある経済学者も中共の企みをついていました彼は中共が米国の経済に頼り技術力を拡大する一方で 米国を最終的に降伏させるまで搾取し空洞化させようと企んでいると指摘しました過去20年間の中共の動きは確かにこの点を証明しています今回は中共がこの20年来どのような経済手段を用いて米国を侵食してきたのかを整理しどのようにして気づかれることなく米国を搾取してきたのかを見ていきましょう2001年は 中国の経済発展にとって非常に重要な年でしたなぜかといえば同年の12月に中国は正式に世界貿易機関の一員になったからですその後の中国は安価な労働力と環境コストを武器に徐々に世界の工場となり今では世界第1位の輸出国世界第2位の輸入国にまで上り詰め米国に次ぐ世界第2位の経済大国になりました 中共の WTO 加盟は中共の経済発展の歴史を書き換え、中共を延命させることになりました。この過程で、クリントン政権とブッシュ政権は重大な役割を果たしています。1999年11月、ビル・クリントン政権の代表が北京を訪れ、11月15日に米中は中国の WTO 加盟に関する2カ国間協定に署名しました。 2000年の春、礼議会は中国の WTO 加盟の承認をめぐって歴史的な採決を行いましたが当時のクリントン大統領はこの提案の通過を全力で推し進めました2003年3月クリントン大統領は演説でこう語っています中国の WTO 加盟を支持することは米国の経済面だけにとって有利なのではなく国家そのものにとってもさらに有利だ ニクソン大統領が1970年代に初めて中国を訪問しさらにカーター大統領が米中関係を正常化して以来の中国での積極的な改革のために最も重要な機会を作らなければならないクリントン大統領はまた中国の WTO 加入は米国製品の 輸入拡大への同意であるだけでなく民主主義社会で最も大切にされている価値観の1つ経済的自由を取り入れることへの同意でもあると楽観的に示しましたまたインターネットの発展が中共政権による強権的支配を破壊することで中国は米国のようになると特に言及しました まさにこの理想主義的な言説に、当時のワシントンのエリートのほとんどが納得したのでした。2000年10月10日、クリントン大統領はホワイトハウスで、2000年米中関係法の署名式を盛大に行いました。同法案は、中国が一旦 WTO に加盟すれば、米国は中国に永久的な通常貿易関係を与えると規定しました。 つまり永久的に再警告待遇を受けることになります。当時、クリントン大統領は、この日のことを忘れずり、自分がしたことを誇りに思うだろうと述べていました。20年後の今日、中国の WTO 加盟を手伝った米国人たちは、当時を振り返って、自分たちをより誇りに思うのでしょうか。それともより後悔するのでしょうか。 2000年の米中関係法の調印には無視できない重要な背景があります1999年7月から中共はファールンゴンを狂ったように迫害し続け中国の人権状況は悪化の一途をたどっていましたまた1989年の六四天安門事件での虐殺からもおよそ10年が過ぎた頃でした 人権を踏みにじる国家に永久的な通常貿易関係を与えることは貿易と人権の切り離しを意味しました当時の人権団体はこうした貿易と人権の切り離しが中国の人権状況を改善するために中共に圧力をかける有効な手段を米国から奪っていると批判しました中国の反対政派として知られる義強制氏は後に 中国に永久的な通常貿易関係を与えるかどうかについての米議会での討論は近代史上最も激しいものだったと明らかにしました当初は反対票が賛成票を上回っていましたがホワイトハウスが次々と圧力をかけてきたために一部の議員は分かっていながらも利益を考慮して賛成票を投じざるを得なかったと議士は述べています また義氏はメディアに次のような話を語ったことがあります義士は以前、ある議員に米中関係委員会の委員長の自宅に連れて行かれ米大企業の幹部2 3 0人と会いました食後のコーヒーを飲んでいるときにその中の1人が魏さん、我々に協力してもらえますか協力すればお金はいくらでもある。 奥で計算できると語ったので技師が何を協力するのかと尋ねたところその人は中国との貿易関係の拡大に影響を与えないでほしいと答えました技師がそれはできないかもしれないというとそこにいた企業幹部は技師と言い争いを始めましたビジネスをすることは中国にとって良いことで民衆にとってもああだこうだと述べる幹部に対して 魏氏はあなたは間違っているそれは中共にとって良いことで確かに民衆もほんの少しは利益を得ることができるが共産党の経済力が強くなれば民主化は進まないばかりか引き続き人々は抑圧されるとししました。これらの米企業幹部は中国の安価な労働力と環境コストなどに目をつけ中国と貿易をすれば 生産コストを下げ多くの利潤を得ることができると考えたのかもしれませんがそのために20年後の米国国民はさらに大きな代償を払っています。法案が可決された同年貿易弁護士のロバート・ライトハイザー氏は中国の WTO 加盟が認められれば重商主義の中共が国際貿易の指導者となり米国の製造業の雇用のほとんどが脅威にさらされると警告していました。 ライトハイザー氏の言葉と上記の2、30人の企業幹部の言葉は実に対照的です同氏がこの問題を企業利益の観点から見るのではなく米国国民の観点から見ていることは明らかです2000年、トランプ氏は素人ながらにも大統領選に出馬し我々にふさわしいアメリカという著書を執筆しました同書では、北京が米国にとって最大の長期的課題であると言及しています 16年後、トランプ政権は米中の不当な貿易関係を正常に戻すことをはじめ2001年に中国の WTO 加入を承認したことは歴史的な過ちであり米国は何百万人もの雇用と累計何兆ドルもの貿易赤字を代償として支払ったと主張しました。 2001年1月にはジョージ・ W ブッシュ大統領が就任宣誓をしましたが同年、ニューヨークは9.11という未曾有のテロ襲撃事件に見舞われ3000人以上の死者を出し事件後の1か月間に1050億ドルの経済損失を出しましたがこの事件が米国の対中姿勢を変える上で決定的な役割を果たしました。 多くの学者は9.11が人類にもたらした災難は非常に大きく直接的な被害はもちろんのこと間接的に中共を養ってしまったことが世界的に大きな危険を植え込んだと考えています。9.11が発生した当年 中共は2008年のオリンピック誘致に成功しただけでなく、米国から永久的な正常の貿易関係の地位を与えられ、世界貿易機関に正式に加入しました。ブッシュ大統領は、大統領選挙期間中、クリントン政権の中共に対する弱腰な姿勢を批判していましたが、ブッシュ大統領も就任後は中共に対する姿勢はきらめて薄弱になっていきました。 中共を戦略的パートナーとしたクリントン政権のスタンスと変わって中共を戦略的競争相手と見なすようになっただけでした戦略的競争相手とは単なる遠回しの表現に過ぎませんその年にペンタゴンから流出した調査報告書で米国が先制しなければならない7カ国のうちロシアに加えて中国が入っていることが明らかになっています そのためにブッシュ大統領は就任当初からミサイル防御システムを強引に推し進めさらに弾道弾迎撃ミサイル制限条約から脱退しました2001年4月1日南シナ海では軍用機の衝突事件が発生しましたこれを受けブッシュ大統領は就任100日目の4月24日にもし台湾が攻撃された場合 米国は台湾をを共同防衛すするたた。めに最善を尽くすと明言しましまその後、台湾駆逐艦やパトリオットミサイルディーゼルエレクトリック潜水艦などの先進的な武器を台湾に売却し李登毅元中華民国闘争に渡米ビザを与え当時の陳水辺中華民国闘争にはニューヨークおよびヒューストンの越境許可をし ダライラマと会談しさらには人権会議で反中共提案を打ち出すなどしました就任したばかりのブッシュ氏は全方位から中共に圧力をかけたため米中関係は1989年以来最も低迷しユーゴスラビアに駐留していた中共の大使館が爆破された時よりもさらに悪化していましたしかし9.11の悲劇はブッシュ政権の対中政策を変えさせました 9.11から数時間内に元中共党首の江沢民はブッシュ大統領に電話をかけ米国の国際テロリズム規制を積極的に支持すると約束しアフガニスタンの長年の同盟国であるパキスタンとの国境を自ら閉鎖すると述べました。9.11 1かからわずか1ヶ月後に、ブッシュ氏は 江沢民と初めて会談し、その2ヶ月後には米国が中国に永久的な正常な貿易関係を与えると発表しました。その後、中国は世界の工場となり、米国国債の最大保有国になる道を開きました。中共上層部はブッシュ政権を欺くことに成功しました。 実際中共の反米プロパガンダによって当時の多くの中国人が9.11テロに拍手喝采を送り中には完全に犠牲になった命を軽視してすごい米国の帝国主義が爆撃されたと思っている人さえいましたブッシュ大統領は2002年2月に訪中し清華大学の演説で中国は台頭しつつある。 米国は平和と繁栄した強大な中国の出現を歓迎すると述べましたその8ヶ月後には江沢民が訪米しておりわずか1年の間にブッシュ大統領と江沢民は3回も会っていましたブッシュ大統領が江沢民を自分の個人農場に招待したことさえあります 1> 9 1 1後の9年間はテロ対策を名義に中共が機会をうかがいながら拡張してきた9年間でもあります中共は米国のテロ対策への支持を表明することで米国に東トルキスタン独立運動をテロ組織リストに入れさせただけでなくもっと重要なことに米中間には重要な戦略的共同利益があると米国に思わせました。ワシントントからの圧力がなくなくった後 中京は1989年の六次天安門事件で大勢の学生を射殺して以来陥っていた国際社会からの孤立と外交上の屈強から脱却しただけでなく北朝鮮問題を突破口として国際政治上で隠していた本性を徐々に表し国際的な問題に積極的に介入するようになりました。 9.11事件が米国人に深刻なダメージを与えたことは間違いありませんが、最も悪い結果となったのは、米国が人権問題に軸足を移したことにあります。9.11の直前まで、米国はすでに戦略的資源をアジア・太平洋地域に調達していましたが、事件をきっかけに止まってしまいました。中共の WTO 加入後、中国はクリントン政権が予想したように、 自由貿易と経済発展によって民主化へと向かうのではなくむしろ蓄えた経済力をもとに全体主義を強固にし国内の人権迫害をより一層強め対外的にも米国に脅威を与え始めていました。 米シンクタンク経済政策研究所の専門家が発表した報告書によると中国が WTO に加盟した2001年から2008年までの間つまりブッシュ政権中に米中貿易赤字は米国の製造業に大きな影響を与え米国では200万人の雇用が流出しました。 オバマ政権時代にはその数は2016年末までに334万人まで増え続けそのうち4分の3近くの雇用が米国の製造業で失われました同研究所の専門家はまた米国はかつて工場で働いていたまる1世代分の熟練労働者を失ったとしこれは米国の主流社会と全米各地のコミュニティにとって壊滅的なものだと示しました 同報告書は中共が歪んだ貿易手段や為替操作と為替レートの変更さらに中国本土の労働者の搾取と賃金および労働権の抑圧などを通じて米国市場を安い中国製品であふれさせ米国の製造業の雇用機会に大打撃を与えたと指摘しています。ライイトハイザー氏は米中貿易において 中共は非市場的な歪んだ貿易手段を利用して米国の労働者と経済を侵食したがこのような歪んだ貿易手段には政府の助成に加えて不平等な関税障壁も含まれていると強調しました。2018年のの中国の平均税率は 米国の約3倍であり WTO のデータによると平均関税率は米国が約3.7%であるのに対し中国は約10%となっています不公平な貿易の下中共の WTO 加盟から9年が経った2010年に中国は米国を抜いて世界一の製造業大国となりそれ以来10年連続で1位を維持してきました しかし、この成績は米国などの欧米諸国の利益の犠牲の上にあります。2019年9月、ウォール街のブラックストーングループ CEO で億万長者のスティーブン・シュワルツマン氏はメディアのインタビューで中国は過去40年間で他のどの国よりも早く成長し驚くべき奇跡を起こしたが 中共は関税障壁に隠れてそれを達成したのであって、市場のルールに従ってやり遂げることはできないと述べました。工場や雇用は中国に移り、アヘン類の薬物であるフェンタルニンが中国から米国に入ってきていることは周知されています。もちろん米国は中国から低価格な商品を輸入できるので、米企業は利潤を上げ、米国人はお金を節約できるという意見もあります。 しかしサウスカロライナ大学愛犬ビジネススクールの教授であるシャレン博士は救済資金や補助金などの失業者に提供される福利は実際には中国から安い製品を購入して節約した金額をはるかに上回っており米国にとってこれは損だと鋭く指摘しています。 米国企業の GDP、所得をを対象にししたた統計分析を行いましたその結果、中国が2001年に WTO に加盟した時期を起点として前後を比べると2001年以前は企業の利潤、GDP 労働者所得の成長率が基本的に平行しているのに対し2001年以降は企業の利潤が GDP や労働者所得をはるかに上回るペースで増加しています。 これは主要な理由の一つとして、グローバル化による多国籍企業の人件費の削減が考えられます。このことからも、当時の米企業の幹部たちが、米国政府に中共とのビジネスを強く進めたことは、私服を肥やすためなのか、それとも米国人の利益を思ってのことなのかがわかります。では、トランプ大統領はどうでしょうか。彼は早くも1980年代から、 米国の貿易赤字を減らし、国内の製造業を促進するための関税の実施を提唱し始めていました。彼は米国が貿易相手国から搾取されていると常に発言していました。また、米国の利益を第一に考え、環太平洋パートナーシップ協定が米国の経済にダメージを与えているとの見方を示し、大統領就任3日目に米国を同協定から離脱させました。 2017年8月米通商代表部は中国の技術移転や知的財産権などの分野における政策や方針が不合理であるかどうかまた米国のビジネスにもたらす影響を判断するために中国に対する301条調査を正式に発動しました2018年3月トランプ氏は中共による米国の知的財産権や企業秘密の窃盗に対し

18ヶ月後には米中貿易協定の第一段階が調印され米国製品の購入関税の引き下げ技術譲渡知的財産権など7つの項目が盛り込まれましたミッド・ロムニー米財務長官は第一段階の協定は大きな成功をったと示しましたこの米中貿易協定は米国の製造業の自信を著しく高め 米国経済成長の勢いも増しさらにトランプ政権の減税政策と相まって米国の製造業は大きく息を吹き返し雇用機会も大幅に増加しましたそして2020年2月米国の失業率は3.5%に低下し半世紀で最低の失業率を記録しましたまたパンデミックの爆発前までに米国は3年間で640万人の雇用を増やしていました